皆さんこんにちは。今回はお花の連続モチーフを使って傘の持ち手カバーを編みたいと思います。使用する糸はダイソーのマルチカラーヤーンという糸で、カラーはストロベリーソーダを使います。こちらは使用編み針の目安が、かぎ針は3号となっているのですが、今回は2本撮りで編みたいので5号、3ミリのかぎ針を使用します。出来上がりはこのような感じで、筒状にモチーフがつながっているようなものになります。こちらは同じ糸のピーチメルバというカラーを使用しています。こちらの持ち手カバーは、持ち手の直径が 1.5 から2センチくらい、持ち手の長さが21センチから26センチくらいの大きさのものに使うことができました。持ち手の長さは、このカーブしている外側をぐるっとこの部分まで測った長さです。持ち手の長さが21センチの小さめのビニール傘の場合は、この大きさでも使うことができるのですが、この長くつながっているモチーフの枚数を1枚減らした方がぴったりに仕上がるかなと思います。こちらの糸は中に入っている芯がかなりしっかりしていて、内側から糸端を出すのが少し大変なので、2本撮りにするときは外側から適当に糸を外して、この中間の糸を2つに折って、このような感じで使っています。鎖編み7目の作り目で編み始めます。指に糸をかけて、糸の向こう側から針を当てて、手前に一度ねじって引き抜き、結び目を作ります。鎖編みを1、2、3、4、5、6、7、7目編んで、この鎖7目のうちの一番最後の鎖と、1つ目の鎖にマーカーをつけておきます。次は長編みを編むので、針に糸をかけて、鎖編み7目の端から1、2、3、4つ目の真ん中に針を刺して、鎖の半目と裏山の2本を拾います。ここから糸を引き抜き、針にかかった3本の糸を針先側の2本、残りの2本と分けて引き抜きます。次は鎖編みを3目編んで、長編みを編むときに拾った目と同じこの目に引き抜きでつなぎます。次は鎖編みを3目編んで、同じこの目に長編みを3目編み入れます。長編みを3目編んだら、鎖を3目編んで、今までと同じこの目に引き抜きでつなぎます。この鎖3目と長編み3目、鎖3目、引き抜きが花びらの基本的な編み方になります。次の花びらは、鎖編みを3目編んで、同じ目に長編みを1目編み入れて、作り目の鎖のマーカーをつけていた1つ目に引き抜きでつなぎます。
作り目の鎖が長編み1目分になるので、足りていない残りの長編み1目と鎖3目を編んで、中心に引き抜きでつなぎます。この時に糸端を編みくるみます。針に糸をかけて、中心の鎖に針を刺したら、糸端が針に乗った状態で糸を引き抜き、長編みを編みます。鎖編みを3目編んで、真ん中に針を刺して、同じように糸端が針に乗った状態で糸を引き抜き編みくるみます。次の花びらは基本の花びらの編み方で編みます。鎖編み3目を編んで、長編み3目を編みます。この長編み3目でも糸端を編みくるみたいので、糸が針の上に乗った状態で、糸を引き抜いて長編みを編みます。同じようにあと2回長編みを編んで、鎖編みを3目、中央の鎖に引き抜きでつないで、最後にこの編み始めの1枚目の花びらの足りていない鎖3目と長編み1目を編み入れて、これで1枚目の花びらはこの鎖が長編み1目分で、花びら1枚分になるので、マーカーをつけていた鎖の位置に引き抜きでつなぎます。この時に、糸端が、表側に出るようにしておきます。こちらを表向きに編み進めていくのですが、仕上がりはこちらが内側で、こちらが表側になるので、この糸端が表側に出ないように手前に残しておきます。マーカーをつけていた鎖を拾って引き抜き、そして2枚目のモチーフに進んでいきます。2枚目のモチーフからは同じ編み方を繰り返します。1枚目と同じように鎖編み7目の作り目をして、このマーカーを1つ目の鎖に動かして、もう1つのマーカーを最後の鎖につけておきます。拾う位置も同じで、端から1、2、3、4つ目のこの鎖を中心に編んでいきます。この位置に長編みを1目編んで、鎖を3目。引き抜きでつないで、基本の花びらを1枚編みます。鎖3目、長編み3目、鎖3目、真ん中の鎖に引き抜き、次の花びらの鎖3目、長編み1目まで編み進めます。この位置で作り目の鎖編みをまたぎたいので、
マーカーをつけていた一つ目の鎖に針を刺して、糸をモチーフの下からくぐらせて、引き抜きでつなぎます。長編み1目と鎖3目を編んで、真ん中に引き抜きでつなぎます。次は基本の花びらを1枚編みます。鎖3目、長編み3目、鎖3目で真ん中に引き抜きでつないで、1枚目の花びらの足りていない鎖3目と長編み1目を編んで、そしてマーカーをつけていた鎖に引き抜きでつなぎます。今編んだこのモチーフの編み方で、あと6枚モチーフを編んで、全部で8枚のモチーフをまっすぐにつなぎながら編み進めます。このような感じで8枚のモチーフをまっすぐにつなぎながら編めたら、ここから折り返して袋状につなぎながらモチーフを編んでいきます。その編み始めの糸端はこの段階で編みくるんだ幅に合わせてカットしておきます。次のモチーフは最後に編んだモチーフのこの花びらとこの花びらとつなぎながら編みます。一つ目は分かりやすいようにつなぐ位置にマーカーをつけてから編んでみようと思います。この花びらの長編み3目が並んでるうちの真ん中の長編みの頭の位置と
花びらの向かいの位置の長編み3目の真ん中の頭の位置にマーカーをつけておきます。同じモチーフをつなぎながら編むだけなので基本的な編み方は変わらずに、鎖編みを7目編んで、1つ目と最後に編んだ鎖にマーカーをつけておきます。端から1,2,3 4つ目の鎖を中心にモチーフを編んでいきます。長編みを1つ編んで、鎖編み3目で真ん中に引き抜き、次の花びらでこの位置とつなぎます。次の花びらの鎖3目と長編み2目を編んで、このマーカーの目に引き抜きでつなぎます。今回は中表になるようにこのような感じで今編んでいるモチーフをつなぎたいので、このマーカーの位置をモチーフの裏から拾います。裏からマーカーの位置に針を刺して引き抜きでつなぎます。マーカーを外して、今編んでいるモチーフはこの見えているモチーフの反対側にあるこのモチーフなので、針に糸をかけてこの2枚のモチーフの間から針を刺して今まで編んでいたこの真ん中の鎖を拾います。糸を引き抜いて長編みを編んで、鎖編み3目、真ん中に引き抜きでつなぎます。今1枚目の花びら半分と2枚目の花びらが編めたところになります。3枚目の花びらの鎖3目と長編み1目を編んだところで、隣のモチーフとの境の鎖をまたぎます。マーカーの目に針を刺して糸を引き抜きます。マーカーを外して、このままの状態で編み進めてしまうと少しモチーフがねじれてしまうので、ここで一度針を外して、この今まで編んでいた輪をモチーフの下から通して反対側に出します。この輪に針を戻して向きを変えると、このような感じでねじれずにモチーフをつなぐことができます。あとは今まで編み進めていたモチーフを見ながら、長編み1目と鎖3目、引き抜きと編み進めて、次の花びらで今度は
こちらのマーカーの位置とつなぎます。鎖編みを3目編んで、長編みを2目編み進めます。この位置で、このマーカーの位置と引き抜きでつなぎます。同じようにモチーフの表面が内側になるように、マーカーの位置を裏面から拾って、引き抜きでつなぎます。マーカーを外して、今まで編んでいたモチーフの残りの長編み1目、鎖3目、引き抜き、鎖3目、長編み1目と編み進めて、マーカーの位置に引き抜きでつなぎます。このような感じでモチーフが 1,2,3 箇所でつながって中表の袋状になっています。次のモチーフは今つないだモチーフの隣のこのモチーフの2箇所とつなぎながら編んでいきます。今度はこの位置のマーカーはつけずに編んでみます。鎖編みを7目編んで、マーカーを2箇所につけておきます。端から1,2,34つ目を拾って長編みを1目、鎖を3目、真ん中に引き抜きでつないで、次の花びらの鎖3目と長編み2目を編み進めます。ここまで編み進めたら、先ほどつないだモチーフの隣のモチーフのこの花びらとつなぎます。裏から見て長編み 1,2,3 目の真ん中に針を刺して、この位置に引き抜きでつなぎます。今まで編んでいたモチーフの続きの長編み、鎖3目、真ん中に引き抜き、次の花びらの鎖3目、長編み1目と編み進めて、この位置で隣のモチーフとの境の鎖をまたぎます。マーカーをつけていた目に引き抜きでつないで、針を一度外してからこの輪をぐるっと回転させて、こちら側に出した輪に針を通します。編み地の向きを変えて、モチーフを編み進めます。長編み1目と鎖3目、引き抜きでつないで、次の花びらの鎖3目と長編み2目を編み進めます。
ほどつないだ位置の向かいのこの花びらを裏から見て、長編みの頭が3つ並んでいるうちの真ん中に引き抜きでつなぎます。このモチーフの残りの長編み1目と鎖3目、真ん中に引き抜き、鎖3目、長編み1目と編み進めて、マーカーの位置に引き抜きでつなぎます。この同じ編み方をあと 1,2,3,4,5,6 回繰り返してすべてのモチーフとつないでいきます。最後のモチーフまで編めたら、引き抜きでつないだ後に
もう一度糸を引き抜いてから、糸端の処理用に少し長さを残してカットします。糸端はとじ針をつけて、袋の内側の糸を拾って糸端の処理をします。何目か拾って糸端を通したところでカットします。これで出来上がりになります。持ち手につけるときは一度に通そうとするとこのような感じで端の部分がモチーフとの隙間から出てきてしまうので、1枚ずつモチーフを動かして少しずつ通していってください。端まで通したら全体にバランスよくモチーフを広げます。持ち手につけるとこのような感じになりました。出来上がりの大きさは平たく畳んだ状態で長さが24センチ、幅は3センチくらい、2枚重ねのとこの厚みは1センチくらいの大きさです。最後まで見てくださりありがとうございました。